はい、鈴木みのるです。鈴木軍がついに金プロも侵略しに来ました。今日はね、突然なんかね、変なとこ呼ばれてね、金プロカード開けてくれと、こんなん誰が見んだ、楽しいのかこれって最初は思ったんだけど、 YouTube でいろいろね検索してみるとね、面白いんだよね、このね、開けて、人が開けてるのをね疑似体験できるんだよね。早速開けるよ。これね、キングオブプロレスリング、これなんで俺の写真真ん中じゃねえのこれ。おかしくねえかこれ、なんで俺そんな端っこなんだろう。まあいい、とりあえずこっから開けてみる。これどっから、どうやって開けんのこれ。これやっぱこう横からでしょ、違う、開かねえじゃんかよ。よし、開いた開いた。この辺にね、ちょっとこう几帳面なんだかガサツなんだかわからない性格が出るんだよね、これな。こういうので箱とか捨てないで取っとくやついっぱいいるよね。俺絶対捨てちゃうタイプなんだよな。お、なんか出てきた。お、一個これ封開いてんのあるよ。これ何これ、韓国の役者さんでこういうのいそうだよね。グレイシーハンター、ビッグマン的な、うん、なんかそうね、5人組ですみたいなね。これな、これは何、おまけ、おまけなんだ。おまけです、 PR 版ですね。ああ。でこれはまあとりあえず置いておいて、これおまけだからいいんだよね。ちょっとドキドキしないな。これじゃあちょっとこう端っこに、はい、じゃあキングオブプロレスリングインベージョンアタック。俺のためにあるような名前だよこれな。それなのに知らないうちにあのケイオスのアホども2人がインベーダーだなんだって。鈴木軍は去年から T シャツにまで入れてんだからね、インベーダーってね。全然ウケなかったのになんであいつらが言うとウケんだよ、ムカついてきちゃうな。とりあえず1枚ずついこう。最初、お、なんかまさ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 か1枚目来ました、兄さんです。はい、若かりし頃の僕の天敵です。はい、俺がずっと自分のことをハブだハブだと思ってたら、この人マングースです。そんな感じの天敵の人ね。今どうしてんだろうな最近。2枚目、お、この文字は鈴木くん、ビッグブーツ、これ欲しいな、これもらって帰ろう。ビッグブーツ、これ技なのかこれ、技カードってことこれ。確かに高山の足でかいからね。一回ね、うちの近所のあのゴム草履屋さんがあって、そこであのゴム草履頼まれてビーチサンダルね買いに行ったら33センチだったね。これ誰これ、ほい、カールおじさん。あんま興味ねえな。これもまあいいや、これこうちょっとこの斜めな感じで。2つ目、お、なんか光ってる、うわうわ、次も開けたくね、開けたくね、次、次の1枚目ほら。プロレスのカードなのに相撲取り出てきちゃったやつ。もうお前そんなでかいんだからさ、でっかく名前書かなくたっていいじゃん、ハマって。ねえ、こいつすごいですよ、200キロ以上ありますからね。200キロだよ、日本人で200キロなかなかいないよ。次は来ました、いやお、こんな感じですよ、こんな感じです。あれ何なんだろうねこれ、床屋さん、これハサミ持ってこうやってやってるのと変わんないじゃん。なんか踊ってさ、頭こうやって刈る人いるじゃん、こうくるくるくるやって、あれと一緒だよねこれ。まあニードロップス、微妙だな。並べとこう。
なんか、お、来ました。出ました。これが多分みんな欲しいんだね。ほら、ほら、来た。来た。古い写真来た。古い、ちょっとピント合わねえな、この辺かな。やっぱ、俺がすごすぎて。やばい、ちょっと、このカード、オーラ光ってます。オーラで出まくってます。いつの時代？42代なんだ。へえ。初めて知った。なんかこう、うまい人これギリギリ切るんだよな、これ。こうやって。今カメラ回ってるからうまく切ってるけど、大体俺こうやって撮るからね。ぐちゃぐちゃだからね。はい、次。誰これ？誰これ？スコット・ノートン。スコット・ノートンね、頭でかいんだよね。ものすごいでかいんだよね、こいつ。スリーパーホールド、昔対戦した時にスリーパーやったら全く手が回んなかったからね。まあいいや、いらねえ。俺はいらない。続いては誰これ。ネックハンギングツリー。何これ、誰これ。サロンステージです。なる。まあこの人は今ね、元新日本プロレスレスラーでね、大先輩ではあるけれど、若い頃に怒られた記憶しかありません。だいたいグーがね、パンダのグーぐらいあるの。ね、グーがね、普通の人このぐらいじゃん。このぐらいあるんだよね。こんなでかい手でバーコーンと。ちなみにどんなんで怒られたんですか。試合の内容が。いや、それでは一度も怒られたことないね。はあ、試合の内容であんな試合しやがってって言われたのは、どっちかっていうと星野さんとか小鉄さんとかの方が多くて、はい、この人は。いや、私生活の方で。それは聞かない方がいいですよ。やんちゃして怒られるみたいな。しょっちゅう怒られてたな。それはいわゆる俗言うヤングライオン時代の時ですか。いや、俺の時はヤングライオン杯がなかったんですよ。俺の前の時代にはあって、俺の年にヤングライオン杯っていうのが開催されなかったんです。で、なんで今年はないんですかって言ったら、あ、若手しょっぺーからって言われたの。忘れもしない。うまやろ。うまやろ。軽くモノマネ入りましたけどね。さて、次は。お、昨日も一緒だった、お友達。これやられてんの、さっきから真壁だ。ずっと。キックばっかだな。痛いんだよ、このなんかね、多分ね、軽く蹴ってんだよ、この人は。軽く蹴ってんだけど、足でかいし、重いんだよね。面積でかいですからね。まず、高山と対戦してびっくりするのは、足を持ってすくうことが異常に疲れるっていう。足の太さが尋常じゃないもんね。あ、何十センチあるの、あれ。80センチぐらいあるんじゃないかな。これ誰、これ。これ誰。お、今、噂の、まさか、全日本プロレスじゃない。来た、来た。スワマです。スワマ DDS って何。これ DDS って何。入場曲ですか。 DDS って何。何の略なんですかね。だってどうしようもないんだもん。和田貴子の曲で。だってしょうがないんじゃない。それね、こいつが歌うんだよ、こいつが。こいつがカラオケで。またそれがね、うまいから腹立つんだよね。そしたらあんまいいや、俺いらない。桜庭、桜庭ロック。いや、アームロックでしょ。なんでこんな名前つけてんの。俺もやるもん。なんで桜庭ロックなの。ちょっとそこが気に、ちょっと気になる感じの。なんで、なんで強いの。おかしい、おかしい。これ完全にこの会社の社長の会長の趣味が入ってるね。おかしい。さてさて、あ、なんかこの上の文字が、文字が、これ飛ばす。
チラ見、チラ見。来ました、ね、前髪だけ出す。じゃ続きまして出してやるよ、分かったな、もう、はい、はい、田口です。田口のカードです。田口頑張れというカードです。なんだよこの前髪、何なんだろうなこれな。まああんまり前髪言うと俺後ろ髪って言われるけどね。これ違うわ、鈴木君。これちょい残し、皆さんあの全部切らないようにちょい残ししてくださいね。そしたらあのゴミ増えないんで、はい、ゴミはちゃんと分別して出しましょう。これはですね、パッケージあのプラね、これリサイクルマークついてますから、あのゴミ出す日間違えないようにしてください。はい、鈴木君地球に優しいですね。そう、地球と自分に優しいんです。新日本に厳しいですけど。さてさてさて、お、来た、来ました、タカンハンセン。似てるよな、タカンハンセン。はい、昔ね、蔵前国技館にプロレス見に行って、入場口にわーっと集まったらロープあいつ振り回してくんだよね。あのロープがここにベチーンと上がって、帰りの電車でこんな真っ赤になって帰ったの覚えてるもん。カウベルは大丈夫でした？カウベルはね、ついてなかった。あ、ついてなかったっすか。で続きは、あ、これもういいよ、また豚が出てきた。はいはい、豚の技、はい、豚のドーン、はい、何が両太浜だよ、お前の名前じゃねえかこれ。両太浜、光ってます、光ってます、次のカード光ってます。何これ、これなんですか、これちょっといいカード、もしかして、はい、レアですね。レアだけどもね、総合のリングでこんなことやってると面白い人だなってやっぱみんな思うけど、プロレスだと意外に普通だよね。うん、いまいち桜庭がこの新日本に来て弾けれない感じだよね。うん、なんか様子を見てもいるだろうし、なんだろうな、こいつはね、はっちゃけてるやつなのに、はリング上がはっちゃけてないやつかな。総合のリングでははっちゃけてたくせに、プロレスでまだはっちゃけてないんで、それが出てくると面白いと思うんだけどね。来ました、このマーク、ほら、ここにちっちゃく文字入ってる。そして金髪、鈴木軍で金髪といえば、はい、高見、あ、違うわ。高山でした。高まで一緒だったんだけどね。前髪金だから道のくかと思ったら違かったね。ちょっと高山率高いねこれ。今キャンペーンボーイだからね、何気に。また来ました、まさかまさかの話題のこの日本地図のマーク、そしてスカンクみたいな頭。はい、スカンクです。スカンク、もうポーズがスカンクじゃんこれ。これやられてんの、しかも敬礼バカです。敬礼バカ、なんか手ついてごめんなさいってやってる、なんかこうだらしないごめんなさいみたいだね。ほんとよく喋んな俺もな、一人でこうベラ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 と。お、来た、次は、はい、ステーキ屋の大将。あけぼのスプラッシュ、名前すごいけど倒れてるだけだからねこの技ね。特殊な能力一切いらない、でも重い、これも200キロぐらいあるからね。まあ、外的カードと言っては見るものの、何気に UWF 率が相当高いねこれね。桜庭、高山、そして兄さん、兄さん若っ、会った時また言われんねん、お前俺のこと兄さん言ってんのかって。はい、じゃあ次行きましょう。次何でしょう、これ何、これ、フォークウォリアー、違うわ、ビッグバンベイダーだった。ベイダーね、ベイダーが日本デビューした年に
日本で、あれは両国だよね、両国でデビューした時、イヤーエンドイン国技館、あの時大暴動が起きてね、でぶっちゃけベイダーアタックっていうコーナーで相手を押し潰す技なんだけど、日本で一番最初に食らったのは僕です。乱闘してるから俺やだなと思ってたら、止めろって言われたから止めに入ったら、案の定やっぱり俺が食らったというね。それから二度と近づいてません。なんか若手の気持ち分かるくせに若手をいじめたくなるんだよ な。お、豚猫ずいぶん太っちゃった豚猫です。初代豚猫マスク、タイガーマスクね。これやられてるの誰、これそれは4代目タイガーマスクです。40代目。4代目。動きでも似てるよね、初代にね。やっぱね、直接格闘技の基礎から習ってるっていうのがあって、動きがやっぱすごいそっくりだよね。蹴り方とか似てるもん、でもやっぱ子供の頃見たタイガーマスクの、まあ今はもうね、なんていうのかな、見にくい感じになっちゃったけど、当時23歳でしょ、この初代タイガーマスクが。それをテレビで見た時の衝撃はやっぱすごかったね。こんな人がいるんだろうかっていう。今もたまにビデオとかで見るけど、やっぱこの人の当時の動きはすごいよね。何気に鈴木みのるの試合中の動きの中で初代タイガーの動きをパクってるものいくつかあるんで、探してみてください。地味なところで真似してるんで。さて続きまして、はい、焼き鳥屋の大将です。これ光って、これまだ光ってないやつだね。すごいよな、トップロープまたぐっていう意味が分かんないよね。なんでまたぐんだよ。でかいです、でかいです。高山率高、ほら、来ちゃった、見たいでしょ、ほら、ほら、こんにちは、こんにちは、どうも、こんにちは、戻しちゃったりし、よ、来た、かっこいいな、俺、かっこいいな、でも時々、このバスタオルかぶってる時に、あまりにもこう顔にかぶって前見えなくなるから、こう、外そうとすると、ラーメン食ってる髪の長い女みたいって言われて気持ち悪いって言われるんだよね。ほっとけ、ほっとけ、この野郎。当たりじゃん、当たりカード。まあ、大体この辺全部外れだからね。あ、これももちろん外れの方でね。意外に俺の欲しいカードが出てくる。何これ、何でしょう、これPK さん、高橋ひろむ。しばった、高橋ひろむの歯を食いしばって耐えるカードではないの、あれ PK って。あのね、こうみんなね、いや名前つけるのはいいんだけど、元祖じゃないやつがオリジナルの名前をつけるのはどうかなってちょっと思うんだよね、なんとなくね。グループ的にここ一緒でしょ、スタンハンセン、桜庭、柴田が一緒でしょ。真逆の。はい、光ってます。これ何ですか、これ。田中宏のメキシココスチュームバージョン。何これ。願望があるけど弾きれないタイプだね、彼はね。ちょっと悪っぽく見せてみたいみたいな、あれだ、あのタバコ吸えないのにタバコ加えてこう、あとふかしてちょっとなんかこうブランデーを片手にみたいな、そういうタイプだな。まあ家にブラインドあるタイプだね。ブラインドでこうちょっとこう外を見て、もう何の話してんの全然わかんない。そろそろなんかガツンとすごいの来るんじゃないの。
出てくんじゃないの、出てくんじゃないのっつって、キッターに男爵とか出てきたら嫌だ。ないです。来ました。来ました。はい、パスです。はい。はい。喋ること何もないよ、これ。はい、はい、日本を代表するダメレスラーです。はい。これ何これ。ラケブラーダ。俺の技？これ誰ですか？誰ですかこれ？ソンブラ。ソンブラ。いいな。CMLL の天才ルチャドール。プロレス界天才いっぱいいるね。しかし。天才って多分俺みたいな人間のこと言うのに、俺天才って言われたこと一度もないんだよね。若い時から一回すら、まぐれでもないね。おかしいな。何なんだ。はい、抱えてダーンです。ダイビングリバースガンスタン。この写真だけだと絶対こいつやられてる写真にしか見えないのこれ。はい、キラキラ光ってます。頭も光ってます。はい、パス。これこの辺に、はい。これまたあのブシロードの会長のあの趣味がまた入りました。よろしくお願いします。これカードになっちゃうんだ。すごいな。なんでもありだな。はい、はい、来た来た。ほらこの鈴木君のロゴが来ました。誰だ誰だ誰これ。ブラックアウトですね。ブラックアウトって何。ランス。ランス、はい、あーブラックアウトってどんな技。抱え十字架のやつ。そうですね。あ、はい、十字架落とし。前に落とし。じゃあ十字架落としでいいじゃん。ダメなのかな。やっぱこいつすごいクリスチャンだからね。一緒に飯食いに行ってもパーキングエリアで生姜焼き定食食う時もまずお祈りするからね。すごいよね彼はね。あと人に何かをもらった時とかもまず最初に神様にお祈りをしてから。ただこれこうするとさ、天山が技かけてるんだよね。そうとも言える。これ写真誰でこれセレクトしたの。誰ですかこれ。誰だ。これこんなところにも新日本の鈴木君に対する嫌がらせが見て取れます。ないですよ。一番いい写真。鈴木君だからこれでいいかみたいな。こういう小さな嫌がらせに日々鈴木君のみんな耐えてるんですよ。なんで俺だって分かった瞬間そんなに喋るんですか。おかしいでしょ。お、光ってるよ。チッカチカ光ってるよ、次のカード。はい。なんだこれ。なんだこれ。M64 って何？マグニチュード？64。でしたっけ？なんでしたっけ？そんな感じだったことない。知らねえのかな。64代横綱。いやでもね、あけぼのはすごいよね。一緒に飯とか食いに行っても知らない人がまずいないからね、この男のことをね。日本のあの相撲ブームを作ったうちの一人だからね。ただ一回ね、パーキングエリア、まあ前いたよその団体で一緒のグループやってる時に一緒に移動してて、トイレにいたらね、横にいたおっさんが、うわっ朝青龍っつって、でトイレから出たらおばちゃんがやってきて、武蔵丸さん写真撮ってください。最終的には貴乃花言われたからね、この人。おじいちゃんでした。一つも会ってねえし。とりあえず知ってる相撲取りの名前を呼ばれたみたいなね。まあ俺もよくあるんで、うん、誰に言われたんですか。俺が間違われるのは未だに船木さんって言われた。うわ、顔も全く似てないのになんでだろうと思ったら、多分ね、
船木と鈴木って一緒にいた時間が長いからパッケージで覚えてて脳みその中で一緒になってんだね。多分同じ現象は前田明と高田信彦にもあったはず。中田さんもよく中西さんって言われるみたいですね。まあ、ば所詮どっちもバカだから似たようなもんだろ。だからそれはいいよ。喧嘩売りに来ました。金プロやりますか。侵略はもう始まってんだよ。ノーいやー最強の怪敵が金プロに乗り込んでくる。キングオブプロレスリング第3弾インベージョンアタック好評発売中。ブシロード。